皆さんご機嫌ですか？トップ希望です。昨日の動画で質問募集をしたんですけど、すんごい来てる。ちょっと俺泣きそうだよ。去年の質問募集は8件だからね。 YouTube 続けててよかった。まだ質問考えてくれてる人もいるみたいなんで、もうちょっとしたらアンサー動画出したいと思いますんで、皆さん楽しみに待っててください。というわけで、ボケてツッコミ第6弾いってみたいと思います。女の人とやらしいことがしたいです。学習能力ゼロか。どんだけ自分に正直に生きれば気が済むんだよ。吉田沙保里参戦。対戦相手の接続が途切れました。あるある。オンライン対戦で当たった相手の強さ見てやる気なくなるっていうね。これは運営が用意した隠れチートキャラでしょう。アキレス腱からいきますか？それもとどめだよ。この人なら指一本で相手のアキレス腱切っちゃいそうだよ。もしもし派ですか？しもしも派ですか？しもしも派に決まってんだろ。なもん頭につけれるか。カメラが回ってない時のさかなクンがこの言い草。お前3をつけろよ、デコスケ野郎。さかなクンさんブチギレさせたらもう生きて帰れねえぞ。5年ぶりに帰港し、家族との再会。3歳の娘を抱き上げたところで異変に気づく。誰の子だよ。散々叱られた。僕からもいいかい？これ地味にきっついやつ。やっと解放されて、優しい言葉の一つでもかけてもらおうかなと思っていた相手から、まさかの追い打ちパターン。いらっしゃいませ、お席へご案内いたしますと言ってくれる人はあちらでございます。じゃあお前は誰だよ？一番胸熱な展開にしたやつが優勝。アンパンマン、新しい顔だ、受け取れ。やばい、この展開は熱すぎる。きっとこの時だけ共通の敵がいるんだろうね。アンパンマン、お前を倒すのはこの俺だ。だからそんなやつとっとと片付けちまいな。みたいな。もうこれ次の映画に使おうぜ。なんだカバオか。いや助けてやれよ。